ンポン。赤いキツネと緑のパウチ、健康食品かな？違う、やり直し。赤いキツネと緑の匠、どこの二つ名だよ。違う、やり直し。赤いキツネと黄色のボディ、何もかもがちげえ。うわあ、てか黄色のボディってなんやねん。みかん食べすぎました。お前のスキンケア事情なんてどうでもいいんだよ。んで、なんでうちにこんなことやらしたんや。え、あかりちゃんはあの大合戦をご存知でない？なんやねんそれ。赤いキツネ、だい、緑のタヌキ、ジングル大合戦。ああ、確かになんかやっとるな。今日はこの合戦をテーマに大激論をしていこうかと思います。はあ、まあええけど、ちなみにあかりちゃんはどっちが好き？赤いキツネや。先生は赤いキツネです。おい、どうすんねん。好みかぶったら激論できんやん。あかりちゃんはお蕎麦好きですよね。さりげなく緑に取り込もうとするのやめろ。まあ実際の結果も赤いキツネ強すぎ問題なんですけどね。わーい、あかん、企画倒れや。終わった。まあいつも倒れてるから平気平気。やかましいわ。ね、どうすんねんこっから。では脅威の第三勢力を投入する方向性でリカバリーを。やめろやめろ。ピンポン。さあクリスマスや。今日は先生に世間一般のクリスマスがどういうものかをしっかり教え込んだる。鳥町父子ですかね。しぼんねえよ。早速顔行くんじゃねえ。てかちょっと略すのやめろ。いいか、世間一般のクリスマス常識その1、クリスマスツリーや。あ、それは知ってます。ほんまか。これですよね。クリス松村じゃねえか。違いがわからない。なんだろう、何もかもが違うんだわ。あ、じゃあこれだ。それはクリスマスツリーとクリス松村が一緒に写ってる写真だよ。実質正解。確かに実質正解だよ。しばくぞ。もうええ、次行くで。次、世間一般のクリスマス常識その2、クリスマスケーキや。うわあ、なんか赤いおじさんが仁王立ちしてる。サンタさんだよ。うわあ、トナカイが仁王立ちしてる。それは確かに驚くかもしれん。てか先生、サンタも知らないんか。知ってますよ。マンタくらい。イクリ2秒で間違えんのやめろ。サンタくらい知ってます。じゃあ証明してみ。では聞いてください。赤鼻のサンタ。話も焼けしてんじゃねえよ。真っ赤なお花のおじさんは暗い夜道で言いました。お前がトナカイになるんだよ。怖えよ。やめろバカタレ。もうええ、次行くで。常識その3、クリスマスプレゼントや。はい、ゆかりちゃん、メリークリスマス。え、これはプレゼントや。クリスマスやしな。うわー、ありがとう。いつくのやボケ。ピンポン。お前はもう死んでいる。なんで疑問系？てか冒頭からえらい物騒やな。どないしたんや。 1990X 年、世界はオブラートに包まれた。何気を使われとんねん。海があれ、治療しろ。水は避け、治療しろ。あらゆる生命体は絶滅したかに見えた。だがバイキンは死滅していなかった。消毒しろ。どうもざっくりモヒカンキャッハーマンです。お前は今後その名前で生きていくんやな。ああ、なんとなく察しはつくけど、今日はそれ系のテーマなんかな。さすがあかりちゃん、おっしゃる通りです。なので今日はそのキャラになりきって過ごしていこうかなと思った次第です。なんと余計な発想力。俺は北斗神拳伝承者ピン太郎。名前雑魚。兄の名前はジャギーノス。それ違うやつじゃない。一番上の兄ちゃんはラオン。ラーメンじゃねえか。差し替えろ。え、じゃあ何に差し替えてんだ。別にラーメンのブランドが気に入らなかったわけじゃねえんだよ。消せ。北斗の拳といえば。はい、北斗の拳といえば。なんだよ、うるせえな。わかったよ。北斗の拳といえばあれや、あの名台詞。お前はもう知っている。何を。確かに北斗の拳といえばその名台詞も魅力的ですが、もっと北斗の拳を象徴しているものがあるじゃないですか。せやるか。普通なら満場一致でこれでしょう。どう、肩パッド。せやるか。ババーン。誰こそ北斗の拳の化身である。恥ずかしいからこっち読ん。面白かったらチャンネル登録してな。